て、結構ね、これ多分、人数が増えたことによってね、なんかイベントがないかな。あ、秀吉が出たのか。そ知らぬか。まあ何もないですね。光秀はいつになったら仲間になるんでしょうか。出た。まあ、このまま武田を攻めて、徳川が武田にやられないようにするのはいいとして、まあまあまあ、まあ、もう一部隊出せるかな。7200でも出るんだったら出したいな。大名で狩田狼藉を撃てるならって思ったけど、撃てないっすね。なら多分兵糧足りなくなるんで、ここは放置しましょう。松平勝った。よし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 。ただダメだよなこれ。城取られましたね。ただこれで俺が武田家攻めたことによって信玄が戻ってくれてれば。おお、帰ってきた、帰ってきた。どうなったかな。半兵衛が出てくるようになった。出だ。あーダメか。あー8400で、これは辛いだろうな。ただね、援軍貸してやれる余裕は俺にもない。あ、まあ内から出すのは無理だな。後で頑張ってもらいましょう。なんてこった。あー1600で、そっか、こんな感じか。まあこのままちょっと時間を進めましょう。受け入れよ。本丸取れたか。信長が作る新しき王。本丸取れたのでかいな。しかも武将が一人仲間になった。でだ、多分ここは家康が取るでしょうっていうことで、俺はこのまま次の城を攻める。ここまで14日、こっちは20日、ここは45日。多分出陣する。この城ですね。高円城って読むのか知らんけど、よし。じゃあこのまま時間進めましょう。大丈夫かな。兵糧がちょっと心配だな。冬でしょ。報告します。先月の終始です。兵糧大丈夫かこれ。ご命令よ。これあれですね、適当に切り上げて、また戦争を吹っかけて切り上げてっていうのを繰り返すしかない気がする。あ、こいつ攻めるか。こいつ攻めて兵糧をもらう作戦、それはありだな。野戸村上元山はいらんのよね。まあ秋家長宗我部はね、さっさと滅ぼしたいんでは。ここ優秀なんですよね、武将が。まあ、そんなことは放っておいて、そうだな、現状でも、いや放置は良くない、放置は良くない、絶対良くないんだけど、どうしましょう。絶対に米が足りない気がするんですよね。仮、そうですね、これ評定でポイント取っときましょう。次、よし、28日で落ちる。これはでかい。お、ああ、何航海って。皆の者、勝ち時をあげよう。そっか、全然構わないんで。行こうか。一気にね、ここ、いざ参ろうか。攻め始めましょう。多分、援軍出してこない。よし。三好は、放置させていただいて。よしよしよし、京極さんとか言ってるな。これあれか。報告します。本願寺攻めないと一気起こされるな。これより表情を行う。よし、なんか半兵衛を手に入れたことによって超優秀なやつが解放された気がするな。76、56、54。これで表情を終える。まあ悪くはないといった感じか。どうしましょう。雪は多分降らないと思うんで、地震か疫病ですよね。地震取っときますか。
民中も取りたかったけどな。あ、星殺し、これ工場士の兵糧が減るってやつなんで、これは必要ですね。武将たち、まあ、優秀なのはいないですね。ゲチよ。まあ、後々ゲットできればいいとして、とりあえず三好を追い出すか、本州から。我ら王道を行かん。農兵制で、まずい。仏罰敵面。俺じゃーよなー、仏の怒りを恐れなさい。うちか、知ってたけど一気がうざすぎるな。これあれだね、あれですね。乱世が望む俺の天下。速攻だな。かたじけない。でこのまま、信長には行くぞ。北上してもらいましょう。100人しかいないなら進め。上原城簡単に取れると思うので、取ってもらって、で仏罰敵面やられるのはコリゴリなんで、本願寺ぶっ潰さないといけないですね。ただこれやると怖いよな。大丈夫かな。アザイに裏切られると終わるんだよな。俺の波動を阻む者生かしてはおけぬ。朝倉はいいよ。やばいな。我が力を貸そう。あ、でもアザイは味方のままなんでいいでしょう。あぶねえ。でこのまま本願寺9000で攻めさせてしまって、闇取引使わないとダメだよね。兵糧足りなくなると思うんで。俺に背くことは許さ。ただちょっと使うタイミング間違えたな。90日あったからもったいないことしたかもしれん。買い忘れてますね、兵糧を。まあこの辺のプレミはあんまり関係ないプレミだと思うんでいいですけど。三浦の地ね、山名、貸してやろう。山名について、でちょっと待て、確かね三浦家ってさ1個しか土地なかったと思うんすよ。そうですね。なんで宣戦布告三浦にしちゃいましょう。俺も、俺の波動を阻む者、これで生かしてはおけぬ。兵糧がもらえるはずなんで力を貸しましょう。結構うち味方多いんでね。おお、4000、でかいでかい。お金とかももらえるんで、まあ、単純計算でもかなり大きいですね。お、強行で40分、40日か。40分で城落ちたら誰も苦労せんよな。父と子と武田家に激震が走った。先代信虎の重臣である謀反を企てた。おお、首謀者である信玄嫡男義信が身柄を拘束されたのである。何か申し開きはあるか。義信、申し開きはございますされど、申したきことはございます。父上今川を我が妻にして、先代よりの盟友、その今川が苦境を見過ごし、助けの手を差し伸べるどころか、これに突き込み攻め入ろうなど武士の道ではございません。武田の亀は地に押しまつる。吉野部、これはそのようなことしか言えぬか。それがいかに小さくつまらぬことかわからぬか、わかりたくございませぬ。もし上杉政虎公であれば、決してこれは務まらぬと思いませぬ、おっしゃいませぬ。義に溺れ、義に死すもよかろう。しかれどお主は持つも、お主が持つは義ではない。吹き込まれた偽りの義に酔い、周りにそそのかされて舞い上がり、覚悟もなく苦しみから逃れんとしておるのみ。全ての我欲を断ち、見返りを求めず身を切られるがごとき苦しみに蝕まれながら、大義を掲げ戦う政虎の足元にも及ばぬは、苦しみを知らぬ愚か者よ、愚かな愚かな我が子よ、誰かこの者を連れて行け。父上、必ずやその悪行は報いがございますぞ。因果は巡り、この武田家に降りかかりますぞ。因果は巡るか、親方様。吉信があのように愚かなる我が都が、愚かなる我が都が、お主の兄を吹き込んではすまぬな。決してそのようなことはございませぬ。兄の苦しみを見抜けぬは拙者の落ち度にございました。源四郎赤備えはお主が継ぐのだ。謀反人、飯富、飯富の名はこれより捨て、戸田石山、
山県絶対違うない。なお次生まれ変われ母。武田信玄勝頼がおるか。これにこれよりお主が武田の跡継ぎを消して愚かなる兄のごとくなるでないぞ。あ、勝頼って長男じゃなかったんですね。兄は死ぬなら兄のどこが愚かなのか今の私にはまだわからない。されど父上の苦しみはわかる。そして苦しむ父上が兄の言うような悪人にはどうしても見えぬのだ。苦しみを知らぬ愚か者か。こうして武田義信は東光寺に幽閉され死亡。飯富虎正をはじめ武田家中の新今川派はほぼ一掃された。外交方針を転換した武田は駿河返納に目標に兵を南に向け、武田義信に代わる武田家の後継者には四男の勝頼が指名されたのであった。ってことはこれ同盟締結したいけど今チャンスなんだよな。いや、ここは拒否ですね。いやー、報告します。先月の収支です。でも今川微妙ですね。城取ってる最中だもんな。ただ武田と和を結乱世が望む。結んだところで出しな。俺の展開。ことじけなし。これめちゃくちゃ攻められたな。あ、上杉と参るぞ。俺に続け。ここ取れると分断できるんで攻めるのが楽になるんですよね。お、三好軍どうなるかな。お、勝ちは揺るぎません。よし、誇りにかけて負けはせぬ。これは一気に攻め滅ぶすチャンスですね。今川と松平、これ勝てよ。今川、おお、松平勝った。よし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 。山名と三浦、おお、山名が勝ったね。ここは強行でいきましょう。多分かなり順調に進んでるんじゃないかな。飽きないよ、始めましょう。お、一品。いやー、ここはね、中世中欲しいな。報告します。先月の終了です。中世取っちゃったな今。ご命令よ。取引を行いましょう。お、変えた。多分闇取引が今効いてるんでね。闇取引中に兵糧を買って生き延びる作戦。ただね、上杉これあれだな。上杉もう武田このまま行くと滅ぶから、上杉は強くない方がいい。めんどくせえな、毎回更新すんの。どうしよう、結婚させようかな。3歳冬姫と3歳やばいな。どうしよう。いやー、でも謙信34歳と3歳の結婚、謙信怒るかな。いやロリコンだろ。ロリコンかな。上杉謙信ロリコンであることを祈ろう。これ通ったらロリコン決定だな。よし、じゃあ時進めます。はいはいはい。なんだよ、もう終わりか。よし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 、でかいでかい。ここで倒せたのはでかいですね。ここで荒木さんを岸和田城皆の者取れてるね。城を上げよう。これはでかいんじゃないか。俺に宣戦布告したせいで三好も滅ぶ寸前みたいになってるけど、めっちゃ城取られてんじゃん。強行で落ちるなら強行でいい。よし、岸和田城、あー32、まあまあ落ちるならいいでしょう。松平と今川が輪を結んだ婚姻の塔。おお、ロリコンだった。この城もらい受けよう。よしよしよし、
ただ三好弱体化してからでもよかったけどね。わざわざ行こうか攻める必要もいざ参ろうかあったのかと言われると不思議なところではあるけど、まあ調査会元地下っていう優秀な人材を手に入れたいっていうのもあるしね。これはこれでいいでしょう。動き出した宿命。長尾正虎、もともと正虎の正影か、正虎の遠縁であり、あぶね、これさっき正影いたけど、これさ、正影にしてたら裏切られてたんじゃない？まあいいや、姉、戦闘員を妻とする一門衆の実力者である。彼の父、房永は、正虎の父、為景と敵対し、彼もまた正虎と敵対していたが、両者とも許されて家臣になっていた。一門を束ねる統率力には確かなものがあった。しかし、その反骨心を不安視する者も少なくはなかった。正景は、宇佐美、貞光の催す宴に招かれていた。正影殿、お楽しみいただけておりますかな。これは、貞道殿、このような宴にお招きいただき、かたじけなく思うております。何の、上杉の柱、わー、読めないですね。柱石たる、正影様が、殿がおられなければ、始まる宴も始まらぬというもの、それにお耳に入れたき儀がございますゆえ、いかがですかな、湖で船遊びなど。正影は貞光に誘われるままに野尻湖のほとりを歩き始めた。正影の様、上杉家はこのままでは立ち行きませぬぞ。正虎様は確かに戦は強い。されどあまりに敵を作りすぎる。為景様の頃と何も変わりませぬ。多すぎる敵に囲まれ身動きが取れなくなる。再び越後は戦の絶えぬ修羅の地となるか。正虎様の代わりに上杉をまとめるは、正影において他にありませぬ。わしとよう同じくする者は多くおりまする。さようか、船に着きました。ささ、お先にどうぞ。この貞光の誘いは罠であった。湖の中央で船は沈み、長尾正影と宇佐美貞光の二人は翌朝、死体となって湖に浮かんでいた。泳げるでしょう。これは宇佐美貞光がその命を落として、主家かの不安を排除した事件と伝わっている。正影の遺体には凍傷もあったという。へえ。上杉家、この日が来てしまったのですね。姉上申し訳ございませぬ。すねでは我が不徳のいたすところ。良いのです。その野心含めての正影様でございましたから。されどあの方は私にはとても優しい素敵なお方でした。ただ心残りがあるとすれば、うわー、卵松ってすごいしょうぼい名前だな。まあいいや。あの年で父を亡くすなんて、それについてはわてにお任せくだされ。これってもしかしてさ、これ姫じゃないよね。これ、直江兼通か？まあいいや。必ずは名称に育ててみせましょう。うまつと名乗る、直政家の息子は、正虎に養子として引き取られることになった。うまつは、長じて名を、長尾、影勝の子とか。さあ、やがて来る影勝と、彼に巡る上杉家の動乱、その歯車が今動き出したのであった。ってことは結局血は生きてるってことだね。報告します。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。